の授業に参加してくれてありがとうございます。でこの、 あの子ども劇場の命の授業に参加したことあるっていう人は今までに参加させる皆さんにはここにいるお母さんたちが先生となって皆さんに伝えたいことをいっぱいいっぱいお話しするので、しっかり聞いていってください。さあ絵本を読みます。セックスの絵本。昔お父さんとお母さんが仲良くなって結婚した。そして川を流れてきた私をよいしょとお母さんが拾ったの。拾ったの。拾った。そうやった。そこでお風呂に入って聞いてみた。お父さん、お母さん、仲良くお話ししてくれた。お母さんの体には赤ちゃんの出てくる穴、ワギナがある。お父さんの体にはおちんちん、ペニスがついている。お母さんの膣へお父さんのおちんちんを入れて精子を子宮へ運ぶ。たくさんたくさん精子は飛び出す。このことを英語でセックスというの。性教育。セックスをどこまで教えるか、日本は苦悩しています。は恐竜の赤ちゃん。大きなお口でブボボボボ。アイスクリーム食べ。人と関わる楽しさを親子で体験したい。お母さんたちが取り組む活動の中からその授業のアイデアは生まれてきました。人口およそ15万人の岐阜県各務原市。各務原子ども劇場は子どもたちに感動体験をさせたいと作られた NPO 団体です。会員数は300人以上。3年前から8人のメンバーで性教育に取り組んでいます。例えば好きな人ができてあのセックスしたらあのそうやって命 になるよとかそういう感じでセックスの前に心を入れる。そう入れる、うん、はいはい、の方が良いんじゃない。まさに本当中二の頭いっぱいいっぱいもんもんもんとしとる男たちがいっぱい集まった、ね、部活でそんな話ばっかりしとったらやっぱ心配になるし、それこそさっき言ったメールを送ったのは何なのっていうのをお母さんは生かしたいとは思っとるけど、子育ての目線から作る性教育、命の授業。元養護教諭の坪内さんの指導を受けて伝えたいことを整理していきます。命の授業を始めたこう根っこみたいなところは、うん、あのなんだろう、本当に自分を大事にしてほしいってことと、で相手も大事にしてほしいっていう、そので誰もが大切な人なんだよってところを一番に伝えたいなっていうのが、自分がどうやって生まれてきたかを知れば命の大切さが理解できるのでは。お母さんたちはそんな思いを込めて教材も手作りします。最初はちょっと恥ずかしかった紙芝居も、子どもたちのことを考えれば何でもありません。ゆかさん、この絵はいけそうか。これも入れなかったね、みーちゃん。これは幸せの夢を見てるんです、彼は。あの中がいっぱい出てきて、水着の、あ、幸せって夢見てます。そしたら朝起きたらパンツがネバネバでなっていたみたいな。この子、そうです。ここも塗らなかった。子供の成長に伴って
次々に生まれる疑問や不安、それをお母さん同士で相談し合う中生まれたのが命の授業なんです。私はオープンに話したいなと思ってても、長男がこうお母さんとはそんなことはちょっと話せないみたいな感じのオーラがあったりとか直接本人に話すんではなく、あの本人もいるところで他の子に話をするっていう形にすれば、きっとああそうかそうかって聞いてくれるのかなっていうのは、はい。命の授業に参加するのは地域の子どもたちとお母さんたち。この痛み、赤ちゃんがね出てくるための痛みなの。痛くないと生まれてこんのよ。命の誕生をお芝居で見せるお産劇。授業は幼児向けから高校生向けまで年齢に合わせ年に10回ほど行われます。小学校入学前の子どもたちは自分の体を知ることから。おちんちん何するところですか。そうおしっこするところ。こんな感じでおしっこが出ます。まるで近所のおばさんが話すようにお母さんたちが大切にしているポイントです。女の子ね実はちっちゃいけど見えないけど、ここ丸いのがあって、これね女の子のおちんちん。女の子も一応おちんちんはあります。でもおちんちんからおしっこは出ません。真ん中に赤いさ、もう一個女の子は大事なとこがあるの。女の子知ってる人、ここ、ここ何か知ってる。ここはね赤ちゃんがね生まれてくるとこなの。ここからね赤ちゃんが生まれてきますね。なので体の仕組みを教えるだけではありません。こんな大切なことも。実はとっても大事なところでプライベートゾーンって言います。知らない人に、ちょっとおちんちん見せてとかって言われたら嫌やよね、困っちゃうよね。そういう時はダメって言われる。大事なところ、自分だけのとっても大事なところね。生理月経の秘密。月経や精通に触れる中学生向けの授業。最近お母さんたちが気になるのは晩婚化や少子化。そこで新たに卵子の寿命についてのお話を加えました。卵子ちゃんの一生は私より短くて寿命はだいたい50歳。そんな卵子ちゃんが一番ピチピチしているのは私が20歳から35歳。それを過ぎると私と一緒に卵子ちゃんもおばさんになっていく。そして私が50歳ぐらいになるとそろそろ永遠の眠りについてしまう。命の授業で子どもたちに知識を与えるほかに最も大切にしているメッセージがあります。あ、やっと蘭子ちゃんにたどり着いたよ。3億いた精子くんたちはだいたい500ぐらいに。今3億の中の一つの精子とたった一つの卵子。人の命はその偶然の出会いから生まれ貴重なものであることを伝えたいのです。もし違う精子くん、この精子くんが生えてたらみんなとは違う他の誰かになってたんです。みんなはラッキーボーイ、ラッキーガールなんだよ。生まれてきておめでとう。この子がちょうど赤ちゃんでどうやって生まれるのとかすごい聞いてくるので、いいきっかけになるかなと思って、私じゃちょっと教えることができないので、やっぱり私女親なので恥ずかしいっていう気持ちもあって、大きくなってからだと教えてあげられづらいかなと思ったので。いつから子どもに性教育を始めればいいのか。命の授業のまとめ役中村明子さんは助産師。家族は
ご主人とお兄ちゃんと女の子2人です。子供たちには先入観を持つ前に命の成り立ちを知ってほしいと、もう何度も命の授業を受けさせています。性教育受けてきて、その性交っていうことを聞いてきて、性交をすると赤ちゃんが、まあ、生まれるっていうかね、赤ちゃんができるっていうのを聞いてきた時に、じゃあお母さんはとお父さんは3回やったのって聞かれたので、うん、そうそう3回やったねみたいな、うん、3回やったのって言われて、まあ、子供らしいな、ね、だってどうやって命が生まれたって知らないですよね、子供たち、うん、なんでそういうすごい奇跡みたいな、そういう確率で自分たちが生まれてきたとか、そういうのって教えてもらわないとわからないと思うので、まあ、どこまで理解するかは分かんないですけど、そうやって大切な命やよっていうことは何らかの形で伝わるんじゃないかなって思ってます。その命の授業で伝わるんじゃないかと思ってます。今小学校では性に関する内容は保健や理科の教科書に登場します。小学4年生の保健では女の子の月経や男の子の精通について学び、5年生の理科では精子と卵子が結びついて受精卵となり成長して人が誕生することを学びます。しかし学校の性教育では歯止め規定によって教えられる範囲を定めています。2002年から文部科学省が定めた小学校と中学校の学習指導要領にはこう記されています。受精に至る過程は取り扱わないものとする、つまりセックスについては触れないとされているのです。教科書の歯止め規定について子どもたちへの性教育に取り組むお母さんたちは、なのでなんか遠回しに性交をこうストレートにはだから表現しないんやなっていうところかな。やっぱり必要ですか、小さくても。だそこの流れを切る意味がわからないっていうこと、だからそこがあって、うん、その精子と卵子がくっついて、うん、そして命になるっていう順番がもう決まってるのに、うん、なんで成功が抜けなくな。なぜ歯止め規定があるのか、文部科学省の担当者に聞いてみました。まずは発育発達の基本的な内容について学んでいくということが、中心になりますので、そこで、妊娠の経過について扱うということはまだ早いということで歯止めがかかっているということになります。小中学校は大人の体への成長を学ぶ段階で受精や妊娠の経過を教えるにはまだ早いということです。さらに性教育は特殊な事情を抱えているといいます。かなり性に関する内容というのはある意味人の思想に関わるようなことも入ってくるということになると思うんです。さまざまな考え方がある中でどうそのバランスをとってみんなで納得できる方向に持っていくかっていうことが大事で、おそらく意見が強い方ばかりじゃなく、貴重な意見を言う方のことも考えながら総合的に考えられていくというふうに思いますし、性教育にあるというさまざまな考え方、教育現場は翻弄されていました。日暮薫さん、現役時代は東京都の教師として知的障害児の教育に取り組みました。日暮さんが勤務したのは東京都立
七尾養護学校。前にお勉強しましたけど、体のお勉強だよ。いいね。はい、では頭を。生徒同士が性的関係を持ったことをきっかけに、教師たちが知恵を出し合い、知的障害児にも分かりやすいよう具体的な教材を使った性教育。当時、教育委員会が関わる研修会に講師として呼ばれるなど、周囲からは評価されていたといいます。しかし状況は一変します。視察に訪れた都議会議員らが、性教育で使っていた教材をまるでアダルトショップのようだと非難し、教材を持ち去りました。その後、教師たちは教育委員会に処分されたのです。教育ってやっぱりこういう子どもたちがいて、こんな実態があって、これに対して教師はここを悩んでこういうふうにしたんだっていうのが絶対あると思うので、単になんかその一部のね、私から見るとほんの一部なんです、そのペニス模型なんてほんの一部なんです、そのいろいろやってきたことも。それだけ取り出して何やってんだって感じでしょ。それはやっぱり違うってなんか思うんですよね。ペニスって言いますね。過激と批判された教材の一つ、ペニス模型。思春期の男子に性痛の仕組みとその対応を教えるものでした。大きくなって立ってしちゃって。子どもたちが性痛が始まってパンツを汚した時に、洗濯に出さないで丸めて、タンスの奥にこう入れてしまってっていうのが結構あって、それがどう言ってもなかなかそこが分かってもらえなくて困ってるっていうのが学校に相談があって、じゃあちゃんとやっぱりそれ扱おう、学校でも扱おうってことで、目に見えて、あ、これなら分かったとか、あ、精通って言われたってよく分からない、説明されてもよく分からないけど、あ、これなら、あ、なんとなく体験分かる分かるってふうにつながっていくっていう意味では大事。日暮さんらは、都議らが教育内容に不当に介入したなどとして裁判に訴えました。一審と二審では、都議らの行為は教育の自主性を阻害し歪める危険があるとして、東京都と都議らに合わせて210万円の支払いを命じましたが、現在も最高裁判所で争われています。当時都議らは、調査は何ら違法性のないものと確信していると主張。このことについて専門家は、学校が特定される形でその具体的な教育実践をその議員が非難するっていうことは、それはやっぱり特定のその教員の教育実践を非難して、いろんな形でその介入していくのと同じように、やっぱり議員による不当な支配っていうふうに考えてます。そして8年前には、国会の参議院予算委員会で、一部の学校の性教育が過激なのではという質問が出ました。これは吹田市の小学校 1,2 年生用教育委員会が発行している性教育の副教材でございます。お父さんはペニスをお母さんのワギナにくっつけて精子が外に出ないようにして届けますと書いてございます。小学校1年、これ私お母さんから届けられたんです。こんな教科書を子どもたちに読ませている、許せない。義務教育ダメだ。これは私も問題だと思いますね。我々の年代では、教えてもらったことありませんが、知らないうちに自然に一通りのことは覚えちゃうんですね。性教育の教材がセックスを具体的に示しすぎている。自民党は当時、安倍氏を座長とする調査のプロジェクトチームを作り、全国から過激とされる学校教材およそ3500件を集めました。
親を見る目が変わってしまうっていうのと、やっぱりこう生命感なんかがこう歪んでしまう。これは本当に、まあ、ある意味暴走してるんですよね。当時一部のメディアはこのことを大きく取り上げました。性教育イコール過激というイメージで捉えた人もいたのです。国会で取り上げられた教材について、海外の性教育の専門家はどんなふうに見ているのでしょうか。もう性教育バッシングっていう形で、全国的にいけばバッシングがだいたい2003年ぐらいから始まって、2005年ぐらいからかなり全体的に起きていたっていう。他の国ですね、フィンランドとかドイツとかイギリスとか、まあ、オーストラリアとか行ってて、普通のその教材とかですね、あのさっき言った性付き人形が、あのバッシングされた時にはまるでアダルトショップのようっていうような産経新聞の記事が出たりしましたけども、そういうことっていうのはあの他の国では感激ってことは全然ないですね特別なことはないと思います。はい、当時自民党の性教育実態調査プロジェクトチームで事務局長を務めた山谷参議院議員、現在の考えを聞きました。こういう具体的なことを教えることは、もうすなわちあなたたちはあの避妊具さえはめればセックスしていいのよということを教えることになりますから、それは私は反対です。このそれぞれの事例がどういう意図を持って、あのなぜこの教材を使ったかということはあのご存知でしょうか。だから皆さんは命の教育とおっしゃられますよね。まあ、私は家族を壊すんじゃないかと思ってますが、本当に子供時代はですね、蝶々が飛んでいる姿、それからお花がきれいに咲く姿、昆虫が一生懸命歩いている姿、それで十分命の尊さというのを私たちは学んできたんですよね。そうするとあまり具体的なことをあえて教える必要はないということですか。まあ、年齢にふさわしい、年齢にふさわしいというと何を基準にしたらよろしいでしょうか。あの本当は結婚してからだと思いますね。はい、研究センターでした。白血球センターは選手君たちに猛攻撃をかけていたのです。ここは第3の関門。お母さんたちが取り組む性教育、命の授業、教材や台本は手作り、まだまだ試行錯誤が続いています。先生、これ選手君かわいい、かわいい、これね、ほら、あれそんな中、舞い込んだのが小学校での出張授業の話でした。学校でできることの意義っていうのは大きいですか。大きいと思います。やっぱりあの子どもたちの環境っていうか、こういう場に関わるのにはどうしてもお金がいるたりとか、親の都合っていうものが必ずついて回る中で、全ての子たちがあの劇場に入れるわけでもないし、いろんなこういう学びの場に出向くこともできない。もうとりあえず学校は行くじゃないですか、みんな。だからそこで出会えるってことはものすごく大きいと思います。みんなはどんな感じ。性教育に出会える子と出会えない子の差は大きい。そう考えるお母さんたちの目標は学校での命の授業なのです。いや本当に、いや、私でもね、私はセックスの絵本とパネルシアターだけ入れてもらったらいいかなってすんごいお気楽な気持ちで言ったので、私いっぱい喋るなと思って、ちょっと、まあ、あのラッキーですけど、またあんなに威勢のいいこと言っておいてそんなだってランコちゃんと精子さんは、だからあそこのところまで読んで、こうやって精子がそうやって、ここまででセックスはいいけど、これはなしでいいやろ、
これそう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 、そこまで、ね、そこまで読んで、ね、授業の前日、思いもよらぬ出来事が起こりました。命の授業を行う学校から一部の授業内容をカットしてほしいと連絡があったのです。心臓が今回はやっぱりこの学校がちゃんと後でバッシングに合わないようにやるだけのことはやっていきたいなと思ってますので、はいはい、頑張ってください。はい頑張ってください。ここへちょっと予定は成功ですね、はい、成功の紙芝居だけをカットして。なぜカットになったんですか。そうですね、なぜでしょうね、やっぱり、バッシングみたいなのをやっぱり怖いかなっていうふうに思って見えるし、まあ、あの現実的にこの授業の流れをあの見て見えないと思うので、まずそこら辺は私たちも説明不足であったと思うし、セックスの絵本を使うのはやめてほしいという要請だったのです。お母さんたちは命の成り立ちを説明するために欠かせないものと思っていましたが、急遽内容を組み替え、セックスという言葉も使わないことにしました。お願いします。お願いします。今日私たちは皆さんに大切な命の話をしたくてやってきました。私たち本当に普通のお母さんです。だからちゃんと今回はお母さんたちの指導をしている坪内先生の授業を一部担うという形で行われました。そしてお母さんたちは学校でしかできないことを試みました。でこれ何か知ってる？すごいね、それはたまたまお産のため学校を休んでいた先生に頼んで授業に参加してもらうこと。先生自身が新しい命をお腹の中で育む気持ちを語ります。最初の頃本当に嬉しさもあったけど、初めてのことだらけで不安でいっぱいで、であのそんな時やっぱり助けてくれたのがみんなだったり旦那さんだったり、産むの怖いなって最初は思ってたんだけど、ここで頑張って動いてるのとか感じたり、みんなが助けてくれたりするのを感じると、あ、もう頑張らなくちゃいかんなというあの心づもりになってきました。じゃあ心臓の音を聞きます。助産師でもある中村さんが先生の赤ちゃんの心音を生徒たちに聞かせます。そのリズム、これがね、赤ちゃんのね、わかったかな、みんな。お母さんがせっかくあの痛い思いをして産んでくれたので、幸せに長生きしたいです。まあ、いつも怒鳴ってばかりなんですけど、産んでくれてありがとうと思いました。お母さんたちと学校の先生が共同で作り上げた命の授業は、子どもたちに命のメッセージを届けることができました。しかしお母さんたちの思いはまだ半ば。私たちの第一歩なので、学校のとりあえずやっぱりその学校側の考えもあると思うし、とりあえずどんなことをやってるかをもう今回はもうここに来させてもらって話せるだけでいいので、でまた見てもらって、また中身見てもらってね、また広がっていくと思うので。三重県の北部、人口4万6000人のいなべ市。
この町にも性教育に対するバッシングの影響が及んでいました。平成16年度にこう性教育の関係でこうそこまで教えていいのかというようなこともそういう外部からの、話がありまして、それで教育委員がもうかなり、こう敏感になった時期があったそうです。しかし、いなべ市では3年前から中学校で性教育講座を始めました。講師は地元の総合病院産婦人科部長の川村先生。未成年の妊娠や検診を受けないで出産直前に病院を訪ねる飛び込み出産の増加に病院側が危機感を持ち、行政に働きかけて実現したものです。実際に中学生でもセックスをしている子どもたちがいるんですが、そういう子どもたちに正確な情報っていうのが届いてない。学校でも教えてないし、当然家庭でもなかなか教えられないっていう状況がありますよね。そういう時に正しい知識として、科学としてこういう自分の体の仕組みを知ったり避妊の方法を知ったりっていうことは絶対に自分の体を守るために必要なことだと私は考えています。中学生の妊娠は現実問題。岡田さんは全国で予期せぬ妊娠で生まれた子どもたちの養子縁組に取り組んでいます。およそ20人に1人が中学生が産んだ子どもだといいます。今いくつですか？14歳。中学生、はい、何年生？2年。この少女は男子中学生との間で妊娠、親が気づいた時には中絶できる時期を過ぎていました。少し歩いてみた。その避妊の方法とかは知ってた？分からなかった。保健体育とかで、赤ちゃんはできちゃうかもしれないと思ってはいたんです。なんとなくは。中学生の妊娠した親たち、それから高校生の親たちがもう慌てて相談して助けてくださいということがもう本当に年々増えております。その痛くはないんだけどなんか変と、その胎動っていうのがわからないんですよ。でじゃあそれは病気かもしれないから、じゃあ病院行ってみようって言って初めて内科じゃなくて婦人科、産婦人科行ってくださいとか、そういうことで初めて妊娠が分かる。自分の体のことを知らなさすぎる少女がいる。それが一つの現実なのです。三重県のいなべ市で近く中学校での性教育講座が行われることになりました。この日中学校の教師たちが打ち合わせのため川村先生のもとを訪ねました。川村先生は当日使うスライドを示しながら授業の内容について教師たちと打ち合わせていきます。一つは望まない妊娠を防ぐこと、それから性感染症を防ぐこと、それからデート DV の恋愛の仕方ですよね。その3つ柱としては3つあって、それをどの順番でするかっていうことで、セックスの話をしないと望まない妊娠の話もできないし性感染症の話もできないっていう流れだもんですから、結局恋愛 DV デート DV の話。いなべ市によると性教育講座は課外授業で行われているので学習指導要領の制約は受けません。しかし教師たちには不安がありました。ピルとかね、性感染症の
っぱりその写真まで僕らはなくてもいいのかなとか、そういうちょっとあまりにもその辺だけが子供の中に残っちゃっても嫌やなっていう思いが僕自身はあるんやけど、ピラに関してはあの話をしたいですね、うん、あの否認をするのは自分なんだっていうことをね、女性に分かってほしいんですよね、うん、あの男任せにするんじゃなくて女性が主体的 に否認してほしい。なぜかというと妊娠するのは女性だからです。自分が妊娠するんだよっていうことを中学生の時から分かってほしいんですね。今あの妊娠してくれなんて誰も言ってないし、であの実際にあの最近では出会い系とか怖いですよ。安易にアクセスしちゃってでセックスして1回だけで妊娠するんですよ。妊娠したことにも気づかない、それは教えてないからですよね。リスクを教えることはあの方法を教えることではないと私は思うんですね、うん、だからあの安易なセックスはしない方がいいというふうに正しいことを教えれば子供だって理解できる能力があると私は思うんですよ、うん、あの、うん、安易なセックスに走ってしまうっていう、それはね、第5回だと思うんですよね。私子供たちが間違えて取らないようにお願いしたいなっていうことなんですね、うん、そうですね、あの、はい、どうですかね、女性の立場からどうですか。ピル飲んでるからもうガンガンセックスしようなんて思わないですよね。ガンガンはないですけど、やっぱりあのピルって聞いた時に、さらに教師たちはピルの副作用にも不安があると言います。もちろんあの怖い副作用がじゃあ何なんだってことで知らずに怖がってるでしょ。おかしくないですか。何が怖いと思いますか、副作用、ピルの副作用。僕らでも分かんないな。分かんないですね。分かんないのに怖いっていう意識だけが日本国中の人々の心を支配してるんですよ。かつて学校の性教育へのバッシングがあったといういなべ氏、今なおその不安が教師たちに影を落としています。周りの声で反対とかそういうのがあると、なかなかね、学校って弱い立場で、あの特に学校って叩かれやすいっていうか、いろんなことで叩かれてる時代なので。それはどういう方から批判が来る可能性が。それはあの例えば偏った教育をしているんじゃないかと言われる方々。不安を抱えながらも教師たちは川村先生に授業を委ねることにしました。でも子供の中に残るから大人の話が聞くと分かるんですけど、先生の言いたいこと全部受け止められるんですけど、子供たちがどんだけ受け止められるか。生徒たちを安易なセックスに走らせることはないのか。教師たちの不安の中、三重県いなべ市の藤原中学校で2年生に産婦人科川村先生の性教育講座が行われます。皆さんこんにちは。こんにちは。藤原中学校の皆さん元気ですね、正しい性の知識をということで、今日は最初から最後までセックスの話です。ね、みんな笑うけど、でも大真面目な話だからね。すごくこれ大事なことで、まず川村先生が取り上げたのは身近に起こった事件でした。嫌いな人もすごく興味がある人もいろいろいる。乳児置き去り事件、桑名で起きたの覚えてる人いる？あー、いたね。11月23日にね、産後間もない乳児が裸で路上に放置された事件です。で、1週間後の新聞にね、22歳の女性が逮捕されました。なぜこんな事件が起こるでしょうか。育てるのが面倒くさいから。育てるのが面倒くさいから。育てる気はなかったけどできちゃったから。そう、その通り。できちゃったからです。子供が欲しくないのに子供ができちゃったっていうこと。それはどうしてかっていうと、避妊する方法を知らなかった。避妊っていう言葉聞いたことあるよね。妊娠を避けると書いて避妊って書くんだけどね。人工妊娠、予期せぬ妊娠から起きる可能性のある事件をきっかけに、セックスにはトラブルがつきものであることを生徒たちに訴えます。習った学校で
望まない妊娠を防ぐためにはどうしたらいいか、さっき事件の話ちょこっとしたけど、避妊の方法を知らないといかんし、性感染症を防ぐ、性感染症にかからないようにするためにはどんな病気があってどうしたら防げるかっていうことを知らないといけないで、よく考えてよ、こういうことってセックスをする前に知っておかないと大変じゃない？授業はさらに踏み込んで、子宮頸がんのワクチン、そして恋人からの心と体へのデート DV へ。締めくくりは心の健康。いい男の条件なんだろう。優しい。優しいこと。自分のことを大事にしてくれる。そうだよね。女の子の体と心を大切にできること、これがいい男の条件です。じゃあいい女の条件は、自分のしたいこと、してほしくないこと、はっきり言えることです、ね、要は対等な男女関係を築ける男女がいい恋愛ができる。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。川村先生の言葉は子どもたちにどう響いたのでしょうか。やっぱりその性行為については、一回本とかで見たことあるけど、そうあんまり深く書かれてなくて、危険性とかも書かれてなかったから軽く見ていたけど、この授業を聞いて、一つのことで多くの危険があるということを学びました。今知れたことでこれからの用心ができるので、今知れてすごく良かったと思います。あ、すいません、長いことお待たせしました。どうもありがとうございました。子供たちが大人になってから聞くのか、高校になってから聞くのか、今聞くのかって聞かれてると、やっぱり早く知ってそういう風になる前にっていうことを言ってますので、今日の子供たちに、はい、やっぱり先生の授業をやっていただいてよかったなと思いました。ありがとうございます、はい、すごい嬉しいです先生。子供の言葉が、感想がもう僕たちの全てですから、はい、性教育講座を受けた子どもたちの将来はどうなるのか。秋田県では学校独自の講座のほか、県が年間60の中学と高校に医師を派遣して性教育講座を行い、大きな成果を上げています。10代の人工妊娠中絶率がかつて全国平均以上でしたが、13年前に講座を始めてからは低下、今では全国平均以下になっています。秋田県大館市で中学校の性教育講座の講師を長年務めてきた小児科の高橋先生、強く訴えたいことがあります。いや、今やってはダメだけど人生なくすよと、中学生で妊娠したら子供産んだって子供育てない、社会的責任なんか果たせない、そういう君たちが性行為に走るってことは、性的行為に走るってことは妊娠出産につながりますね、それは絶対ダメだよと。でもいずれ君たちは大人になる、いずれ大人になるときに知識として正しい知識を早く持っておくことは決して悪いことではないと。愛知県のテレビ局だから、こっちはだいぶ先にね。中学時代、高橋先生の性教育講座を受けた五十嵐由香さん、23歳、今年一児の母になりました。今でも中学生の時の気持ちを忘れないと話します。それまで そのご自身の考え方も変わったっていうのはあります、はい、なんかこんな話していいのか分かんないですけど、もうエッチしたかったらしようぜみたいな、周りがそういう子だったんで、そうなのかなとは思ってたんですけど、やっぱり、ちゃんとしないとみたいな、避妊はもちろんちゃんとしてましたし、今まで先生の話聞いた記憶があるよと、役立ったよと言ってくれる子がもう多いですから、やはりこう子どもたち生徒たちには響いてるんじゃないかと、やってよかったなという
我々の意識としては持ってます。自分の体を守ることがいつか新しい命を育んだ時、その命を守ることにつながる。友達も結構いるんで、子供を下ろしただとか、なんか泣きそうな。もう本当に命大事にしてないんだなっていう、こんなに可愛い子が生まれてくるのって思いましたね、お母さんたちの性教育、命の授業。こだわってきたのは、大人の価値観にとらわれず、ありのままを伝えて命を大切にする思いをつないでいくこと。じゃあこれからね、愛を叫びます。お母さんから、お子さんの好きなところとか、大好きなところとかね、何でもいいので伝えてあげてください。ココちゃん、いつも何でも一生懸命頑張れるココちゃんのお母さんは本当に大好きです。いつまでもお母さんと仲良くしようね。自分がここにいていいんだ、私は私のままでいいんだってことを一番分かってほしいと思って伝えているので、どんなところが一番嬉しかった？嬉しかった？大好きって言ってくれた。行った甲斐がありました。そうですね、ありました。